フルカウントさんにて阪神タイガースのプロスペクトランキング、若手の期待の選手が公開されましたので、こちら見ていきましょう。今回のフルカウントさんのプロスペクトランキングでは、2023年大ブレイクするんじゃないかという期待をされる若手選手もかなり多く含まれています。それでは阪神のプロスペクトランキングトップ5見ていきましょう。まずはプロスペクトランキング第5位からですね、森木投手です。2021年のドラフト1位、2023年に高卒2年目を迎える投手でございます。1年目から2軍で防御率 4.08、 4勝2敗、53イニング投げて58奪三振、フォアボール24個と、先発でしっかりとファームで成績を残しています。53イニングに対して58奪三振と、イニング数を上回る三振を奪っているという点がかなり評価できるポイントです。フォアボールの数は若干多いかなというところはあります。1軍でも2試合1年目から先発しまして、2敗で防御率 6.23 とはなったんですけれども、ドラゴンズ戦でクオリティスタートを記録したというようなこともありました。直球の平均球速は150キロに迫る 149.7 キロという数字が出ておりまして、直球の力は抜群です。大山選手や近本選手も森木選手を大絶賛しています。こちら見ていきましょう。大山選手と近本選手の森木選手へのコメントです。大山選手は、守っている時に見て高卒1年目とは思えないボールを投げていると、すごくこれから楽しみで、ストレートに力強さがあると。やっぱりストレートの力強さっていうところは高く評価されています。そして近本選手、体はもう出来上がっていると思うし、使い方もすごく上手と、この体の使い方という部分をかなり評価していました。あとは実戦でどれだけ自分の持っているものを発揮できるか、才能を持っているし、たくさん投げて怪我っていうところは怖いけど、10勝はなんとかしてくれたらいいなということで、この2人の選手がスパークさんの阪神タイガースネクストブレイクするんじゃないかという選手に森木選手を挙げていました。それではプロスペクトランキング第4位見ていきましょう。プロスペクトランキング第4位は村上投手です。智弁学園で先発全国制覇した時のエースピッチャーです。2020年にドラフト5位で東洋大学から入団しています。1年目ファームでいきなり防御率 2.23、 10勝1敗、 84.2 イニングで75奪三振の23四球と素晴らしい成績を残して、最優秀防御率とか最多勝とかっていうタイトルを取りました。2022年、1軍でも大活躍が期待されたんですけれども、ファームで防御率 3.09、7勝3敗、 93.1 イニングで74奪三振23四球ということで、全体的に成績自体はもちろん悪くないんですけれども、1年目より少し落ちてしまったような印象は受けます。そういったところもあって、1軍での登板というのは2022年ありませんでした。ただ岡田監督から村上選手への期待は大きく、コメント見てみましょう。岡田監督の村上選手へのコメントです。村上は1軍の経験少ないらしいけど、たまに力があるような、もったいないということで、2021年は1軍でも、少しですが登板ありまして、防御率10点台超えてしまうというところで、2022年は登板がありませんでした。村上なんか A ボール放ってたよ、ブルペンで。ファームはすごいみたいやから、使えるぐらいのボールの強さはあるもんなということで、やっぱり村上投手のストレートを高く評価しています。村上投手は最速149キロで、小柄な身長ということもあって、ストレートのスピード自体はものすごいということではないんですけれども、回転数が2600超えているということで、この伸びのあるストレートが魅力的。そしてイニング数に対してのフォアボールもかなり少なく、制球力も高いピッチャーで、かなり期待ができるピッチャーでございます。それではプロスペクトランキング第3位に移っていきましょう。プロスペクトランキング第3位は西純也投手です。皆さんご存知、2年目に2022年プチブレイクと言えますかね、右投手でございます。13試合先発で投げまして、6勝3敗、 2.68、 77.1 イニングで60奪三振、19フォアボールという成績でございました。やっぱりフォアボールが少ないっていうところと、奪三振がしっかり奪えるっていうところは、かなり期待できるところだと思います。クライマックスシリーズではロングリリーフとしてもベイスターズ戦でかなり活躍を見せました。西投手はメンタル面の強さであったり、バッティング面というところも高く評価されています。高卒3年目の2023年は、
プチブレイクからの大ブレイクというところを期待されておりまして、ファンからも選手からも首脳陣からも期待が高い投手です。岡田監督は西純也投手をベタ褒めしています。岡田監督の西純也投手へのコメントです。この中では一番いいやろな、ここに来ている中ではと、秋季キャンプの中ではもう抜群に西純也投手が頭一つ抜けて素晴らしいと、もう一人ぐらい西純也投手がいればなというぐらい岡田監督は評価しておりまして、これ以上ないぐらいのコメントですね。で、2桁は勝てる力あると思うよということで、やっぱりもう2023年は先発ローテーションの一角として2桁勝ってくれという期待があるようです。そしてブルペンの投球でを見る中でも、100球いってもな、球の力が落ちるどころか上がる、ちゃんと無駄な力が入らずに理にかなって投げてるからそれで投げられるんやろなということで、西投手がブルペンの中で球数が重ねていってもなかなか球速とか球の力が落ちないっていう、ここをやっぱり先発投手の資質としても高く評価しているようです。続いてプロスペクト第2位を見てみましょう。プロスペクト第2位は森下翔太選手です。中央大学からドラフト1位で指名された右投げ右打ち、アスリート型、体格がかなりいい外野手の選手でございます。中央大学では通算2割4分、ホームランが9本、9盗塁、三振78、出塁率3割6分8厘という成績が残っています。やっぱり打率が少し低いというところ、三振が結構多いというところは課題ではあるんですけれども、ホームランが出ていて盗塁もそれなりにできて、そして出塁率が比較的高いというところで、選球眼というところは三振が多くてもフォアボールはしっかりと取れるという選手でございます。阪神タイガースの中では来年6番ライトを打ってくれるといいのかなというような選手になっています。岡田監督も走攻守どれを取っても A ランクというような評価がありまして、1年目からレギュラーでガンガン使ってみても面白いんじゃないかなというぐらい期待をしている選手です。そして最後にトッププロスペクト第1位を見ていきましょう。そしてプロスペクト第1位は才木投手でございました。2022年は2019年以来の登板となりまして、いきなり4勝を挙げました。右肘の手術というところがあって2年ブランクがあったんですけれども、しっかりと成績を残しています。9試合と登板数かなり少なかったんですけど、4勝1敗、防御率 1.53、 47イニングで43奪三振11四球ということで、全体的に安定した成績残していますし、しっかりとイニングに迫るぐらいの三振を奪っています。クライマックスシリーズでも先発での登板がありました。才木投手はカーブを磨いて投球の幅を広げるというところを今回のオフのテーマにしておりまして、カーブの制球力、そしてキレというところを磨いているようです。そして才木投手フォームにも少し新たな手応えがあったようで、まっすぐやキレっていうところ、球速も含めて全てもう少しずつ良くなっていくんじゃないかという自信を持っているようです。先発ローテーションの一角として大きく期待されています。以上です。